死亡します。<laughs> 修行しました。<何>今日に。なるの <laughs> 弱調さんみたいになるのあ <laughs> 弱聴さん。<laughs> 何に死亡する <laughs> えっと、エンターティナーに。エンターティナー。<え>女優兼エンターティナー <laughs> くっくっじゃない。<laughs> 何それだよ。じゃ女優もやりたいんだけど、もちろん。うん、まあでも女優か。 だからそのさ、難しい、ね。そいや、私今さ、キャッチフレーズで今さ、将来の夢は女優って言ってるじゃん。うん、もうさ、なんか、いろんなことやりたいの。やりたいのよ。いろんなことやりたくて。<ー>将来の夢、将来の夢、もうもちょん芝居もやってたいんだけど、<ー>芝居ってなんだろうなと思って、ミュージカルも芝居じゃん。で、歌う歌うじゃん。体を動かすじゃ、うん。うん、そしたら、なんか女優って言うのかな。エントー エンターテイナー。表現者みたいな。表現者。表現者っていう枠ないのかなと思って。同化師いや、同化師はちょっと違う。でもさ、表現者、エンターテイナーってあるでしょ最後の今舞台出させてもらってるのめっちゃエンターテイナーだと思うよ。それはエンターテイメントでしょでもエンターテイナーっていうさ、職業ないじゃん、今。 疲れたそんなないそう、ないんだよ。疲れてない。疲れてないよ。疲れるな、あとちょっと頑張るて。あ、8時このて、この際。この際に疲れたない。大丈夫、疲れてない。もう大丈夫。一緒に付き合うよ。永遠だよ。あ、シー。あ、シーって。シーっシーって言いそうなったの、今。もうの疲れちゃうよね、これ聞いてる人ねエンターテイナーっていう職、だから、 なんかさ、コレオグラファー。いいんじゃって、いい今できてる。なん空想な世界で今いいんじゃないあ、そうなんだ。振付師って職業がなかったんだって聞いてんの今、どっちだと2対1だから話聞きなよ結構真面目な、今ためになる話だなと思って言うもん、やフォリアグラファーでしょコレオグラファーだよ。フォなんだよ、フォリオグラファー。だよ、もう。疲れちゃうね、聞いてる人もいるんだ。っていうのがなくて、コレオグラファーっていう言葉としてちゃんと定着してきたのが最近。 ま、あここ二3年の話かなならしくて、表現者っていうのはパフォーマー、パフォーマー。パフォーマーって言うと今さ、イメージがうと。パフォーマー言うとダンスとかさ、肉体的なさ。でもそれってエグザイルさんが作ったよね、多分ね。パフォーマーって。うん、思う思う。だからエンターティナーっていうのができたらいいんじゃないかなって、やっぱすっごい思う。空想でもいいんじゃないの今実際なく、ない。ああ、ない職業でも。じゃあエンターティナーにしてエンターティナー。